鼻毛がすごいよ。鼻毛がすごい。ちょっと入れてみる。はい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかと、はい、すんちゃんです。はい、ゆかすんねふです。今日はまたピクニックです。今日綺麗ですね。本当今日可愛いですね。カメラが全然見えなくて、なんかあのタイタニックですごいお金持ってる、うん、あの性格悪い女の子に見えますね。やだ、すごいやだ。今日は何について話をしていきますか？まず今日はチェジュードに住んでる日韓夫婦とか、うん、チェジュード民の不便な人心なんて言いますかね、日本語では。やっぱチェジュードでうちらが住んでて、うん、チェジュード民って言うんですけどね、うん、まあシーズンになったらチェジュードに遊びに来るんじゃないんですか、うん、その時みんなが質問とかするんじゃないんですか、うん、でもその時うちらを間違ってる。あ、なんか勘違いしてる。そうだね、質問が多いんですね。なるほどなるほど。本当チェジュ島民は分かんないよっていうことを結構質問してくるパターンが多いので、私たちのチェジュ島民の気持ちっていうのをまとめてみたんでしょ。はい、だからチェジュ島民한일부부의불편한진실。じゃあまずいきますね。はい、じゃあまず1個目。1個目、みんなチェジュ島民は釣りがうまいと思う。もしもし、はい、はい、すんちゃんです。あのね、チェジュ来たんだけど、そうなんだ。あの釣りとかさ、したいんだけど、釣りしたいんだな。絶対すんちゃんよくわかってるじゃん。なんか、今日どう？なんか釣り結構いけそう？あー、釣りね。今日ね、わかんない俺も。わかりません。わかんないの？いや、あの、まあちょっと今日青い空だから、ちょっとヒラメ釣れるんじゃない？その辺で、岩とこで。はい。まずあのすごい、まあ、海近いし、うんうん、まあもちろん釣りするとこもいっぱいだけど、すごい質問するんですね。うん、まあ、旅行来てるお客さんとか、すごいなんていうか友達とか、すごい私に、うん、いやいや、こなんか釣りやりたいけどどう？今回こういうとこって言ったら、私正直上手くないんですね。そんな釣ったこともあんまりないし。で、まあちょっと負けたらダメだから、うん、まあちょっと分かるふりにして教えてあげる。まあまあまあ、そっちはねちょっとまあ低いから、ちょっとファンオとかヒロメヒラメとかあると思うけどね、あーなんか難しいね、今日の海のなんか深さがねとか。そうやって言って、そうそうそう、だからすみませんね。分からないんです、私たちも釣りのことは。分かってるふりにしてるからね、気をつけてくださいね皆さん。それは騙されないで。そう、騙されないでください。それ次2個目は、うん、みんなうちらに電話して、うん、もしもし、あーもしもし、あのね、チェジュ島行こうと思うんだけどさ、うん、あ、そうなんだ、うん、レンタカーのおすすめとかある？知りません。レンタカー乗ったことないんです。すみません。まずですね、こちらレンタカーチェジュで一回もやったことないんです。そうなんですよ。 もちろん旅行で来た時はさ、レンタカーしたけど、それもう本当5年前くらいだから、あの本当に分かんないんだよね。逆にあなたたちらがもっと知ってると思う。安い場所とか多分本当ネットの方が出てくるし。そうだから、すみませんね、もうレンタカーは分かりません。何の会社あるかも分かんないもん。そう。結構知ってるそのレンタカー屋さんは教えてあげれるんだけど、うんうん、でもそれが本当に安いかとかっていうのはその時期によっても違うし、はい、難しいよね。分かんない、でも、うん、いや分かんないんです本当にね。そこごめんなさい。ごめんなさい。はい、はい、次、私は宿泊してるんですけど、宿泊業、宿泊業してるんですけど、はい、3個目は3個目、あ、もしもし、あ、もしもし、またお前なんだ。あのね、あ、聞こえた、今日あのエワルの方行こうと思うんだけど、あ、またパンションだろ。パンションわかんない、エワルも行ったことない。パンションはお前が探せ。すみません、本当にわかんないんです。すみませんでした。聞いてますか？だからうちらのペンションには泊まれないから、他のペンションおすすめして、なんかエウォルとかその辺で、はいはいはい、はい、うんうん、遠いとこね、違うエリア、ね、そうそうそう、違うエリアだから。でもエウォルってうちら人生で3回しかいたことないと思う。そう、あのね、
あの皆さん結構チェジュは大きいっすよ。そうなんだよね。なんかうちらは東側に住んでて、エボルっていうところは西側なんだけど、東と西を行き来することってほぼないよね。本当に1日オフでもうちょっと遠出しようかっていう、本当そんぐらいの時に行くって感じだから、私たちも本当にエボルのことは分からなくて、まあこれは一応4つ目と同じだけど、4つ目があのチェジュ島は沖ってことなの。あ、例えば友達が来ましたチェジュ島に、はい、チェジュ島に来て、あ、もしもし、あ、もしもし、何回電話するの。あのね、はい、今ね実はねチェジュ島着いたんだけど、うん、あ、着いたんだ、ね、会おうよチェジュ島来たからさ。あ、行く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 。どこ。エウォール。エウォールなんだあのね、あの、あなたスワン来て、私ジョンジュだけど来てって言ったら行くそれぐらい距離だからね。ジョンジュってどこ。ジョン、まあ2時間ぐらいかかるよバイバイ次で会おうね。チェジュ島だからまあちっちゃい島と思ってさ、うんうん、すごい近いと思うけど、うちから一番遠いとこチェジュ行ったら2時間かかります、はい、2時間そうなんだよね、うん、でしかもさ、なんかすごいみんな結構チェジュ島の人も言うんだけど、ソウルの2時間とチェジュ島の2時間は全然違く感じて、チェジュ島だと本当1時間でも遠く感じるんだよね。それが不思議なんですけど、うん、チェジュ島はそうやってなりますね。結構チェジュ島は意外とチェジュ島が大きかったっていう人多いから、なんかそうやってなるんだね。そうだね、まあ、住んでるとその近くしか行かなくなるじゃん、うん、どこに住んでても。だからそういう感じよね。せーの、次最後ここ目ですね、はい、もしもし。はい、もしもし。あのね、来週ぐらいでチェジュ島行こうと思うのね。あー、こないでほしいけどねで、はい、安いチケットとかってどうやって取る。何の安いチケット飛行機。お前がもっと来るからまたお前がわかると思うよわかんないの。あー、私ね、あんまりソウルも行かないしねわかんないのね、正直感じです。会社とか分かんなくって、うちらもね、うんうん、うちらも1年1回2回行く時だけ調べてるからさ。そうだね。まあでも私がしてるのはやっぱりあの火曜日水曜日木曜日が一番安い。でもそれはみんな分かると思う。そう、火水木が安いけどでも本当にその時期とねあれによるから、本当に行く時にネットで調べた方が一番安いのを探せると思います。まあこういう感じですね。そうだね、なんかチェジュ島がやっぱり観光地だから皆さん来るし、こう来たいなって思ってくれるし、だから質問をねいただくのは全然本当にウェルカムなんだけど、はい、私たちも分かんないことがすごい多いから、だからまあでも なんかあの聞くじゃん、なんかすみちゃんレンタカーどこ、なんかなんか安いところとか釣りはどうって言って、その時私が、私も分かんないのって言って、その間があ、そうなのめっちゃシルマンって感じ、うん、デゲシマン、なんかあ、ほんと、うん、じゃあねあ、じゃあね違う、本当分かんないの私そうだよね、なんか冷たくしたって思われると悲しいよね、本当に分かんないからさ、うん、そうそうそう、まあ、美味しいとことか、うん、なんかいい場所観光地とか分かるよ。確かに確かに、もちろん行くし、うちらをね、うんうん、でも本当分かんないの本当分かんない、本当分かんないだからごめんなさい、こんだけでした。はい、それだけのチェジュ島民の嘆きでした。はいはい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。インスタグラムとツイートのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、いい天気ですよ。はい、次の動画で会いましょう。会いましょう。バイバイ。